どうもこんにちは。いやもう家に着いてるけね、うん、前の動画の続きやけ。まあちょっとあれから、うん、1日経ちました。昨日ちょっと帰ってから調理する時間がなかったんで、はい、ちょっと1日経ちました。でカニはほぼ、ちょっとお亡くなりになったんですけど、このご収書、あご収書、ご収書、ご収書、まあいいや、モクズガニ、うん、モクズガニ、これだけ、まだ生きてます。はい、じゃあちょっと今回味噌汁にしていくんで、割っていこうと思います。はい、ちょっとハオ君じゃあカメラ、ちょっとグロいけどね、ちょっともうちょっと、うん、はい、グロいけどちょっと見るか。じゃあこれはガザミかな。いや、ノコギリガザミか石ガニなんですけど、うん、でもどっちかな、石ガニ、ノコギリガザミ、どっち、めっちゃ汁が、これはもういいな、うん、だってどっちかね、パパ分からん、それ結構、あ、黒い、多分ノコギリガザミ、味噌が、うん、味噌、やばい、美味しそう、美味しそうじゃねえ。はい、あとは魚、よし、じゃあ入れていこう、はい、うん、はい、あ、ちょっとね、酒をちょっとだけ入れよう、酒ね、ちょっと、じゃあちょっと残りの半分、そう、そう、で、一緒に取った、なんかちっちゃいエビ、ちっちゃいエビの入れていこう、あとなんかちっちゃいハゼみたいな、うん、とりあえずカニ、お、赤くなってきた、このカニはどうする、いっそ、おお、そっちは結構生きてるね、これ暴れるな、元気、こっちも行くよ、ごめんね、行くね、ごめん、すまない、ほんと、ごめんね、食べるためなんだ、硬いぞ、なるべく一瞬で湿らせてあげたい、これはでも食べるところが結構身がある、うん、おう、よし、切る、あ、まだ動いてる、けどまだ気をつけて、これまだ動いてるけ、はい、入れました。で、ちょっとアクを取っていかんといけんけ、うん、すごいアク、ちょっと 黄色のアクですね、これ多分味噌のあれじゃない、で味噌、味噌から出た、多分で、これで、まあでもアクを取った方がこういう、今回このカニを味噌汁にして、ちょっと泡なんかアクなんか、カニはやっぱり味噌、ガザミって言うと味噌汁にしたら美味しそう、まあちょっと、もうちょっと茹でてアクを取っていきます、はい、はい、はい、じゃあちょっとだいぶアクも取れたんで、ここで、味噌を入れていこうかなと、はい、一回火止めた方がいいかな、味噌入れるときは、で、なんか目の出てる、なんかカニ、なんていう種類のカニかちょっと調べたんですけど、わからなかったんですけど、ちょっと教えてくれます。コメントで、書いてください。書けてたら書いてください。どう？初めて見たんですね、あのカニ。味噌汁どう？美味しそう。結構出来上がってきたよ、ヒカ。うん。名前言ったらダメでしょ、名前出してるよ、うん、いい、もうちょっと入れようか、ちょっと貸して、いや、ちょっと危ないよ、そのね、美味しそう、美味しそう、はい、じゃあ一応完成、はい、完成、じゃあ一回ネギ、ネギを、ネギね、ちょっと器に入れてからでしょ、うん、オッケー、おー、美味しそう、美味しそう、ちょっと器に入れていこう、うん、じゃあこのでかい、あーやこれなんだろうね、これ、あ、それがガザミやったっけ、ガザミか石ガニですね、ちっちゃいのもなんか、うん、もうちっちゃいのちょっと教えてください、コメントでね、捕まえてる時、こっちもガザミ、うん、こっちもガザミやね、じゃあ半分半分ちょっと、とりあえずちっちゃいやつは美味しそう、
パパの分ちょっとこれをもらうわ。うん、よし、でネギをネギパラパラパラ、これ入れちゃった、はい、よし、うん、じゃあ、はい、入ってきました。じゃあね、食べていきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。いただきます。美味しそう。じゃあこっちの、いや、ちょっとまず最初にちっちゃい方から、うん、最初汁飲んでみたら。あ、そうやね、うん、じゃあこっち、この汁を飲んでみたいと思います、うんうんうん、ちゃんとカニの出汁が溶いてるか。うまい。うん、うん、出てる。うん、出汁出てる。うん、出てるわ。すごい、めっちゃ美味しい。なんか、うん、出汁は全然入れてないけ、もう味噌とそのカニの、うん、カニの味噌やね。うん、カニの味噌、カニの味噌やね。カニのエキス、出汁やね。おお、じゃあ次このちっちゃい、なんだろうこの、うん、ちっちゃい。それでもあれよ、あの殻食べれんけね、あの硬いと思うけ。じゃあこっちの中の、うん、あの中をちょっと食べたいと思います。そう、吸うっていうか。ヒカルくんそれあれよ、うん、そのままカニ食べれんけ、うん、あのこっちのでっかい方の半分、割っちょう方の身を食べて、うん、身をこう吸うっていうか。ちょっと吸いにくいな。ちょっと熱いかも。熱い。頭取れた。よし。うまい。うん。なんか、なんやろな。食べるとこある？いや、あんまり味がせん、こっちのちっちゃい子。でっかい子。もう一回この味噌を食べてみよう。カニ味噌とか美味しそうね。うん、ちょっとご飯が食べたくなる。じゃあちょっとちっちゃい方はあんまり味しなかったんで、こっちのでっかいガザミか石ガニを食べたいと思います。こっちはそれは結構食べるとこありそう、うん、じゃあこれもう吸っていこうかな。待て、うまい。あ、ちょっとさ、光くん一回お金のとこ、お皿に移して冷まして食べよう。うん、まあまあ辛く、柔らかいね、こっちのなんかでっかいガザミの。あとなんか、本当になんかもうカニの味噌の味、あんまり食べたことないんですけど、なんかなんだろうね、海鮮っていうか、うん、出汁出てる、うん、カニの出汁はしっかり取れてるね。ちょっと飲ましてて、いいよ、まずいいよ、はい、ちょっと2人出されて、うん、ほんと、なんか美味しい。普通にさ、めっちゃ出汁出てる、うん、自分たちで取ったなんか生き物をさ、こうやって料理してから食べるとなんかすごく美味しく感じますね、これ。いや、ちょっと白いご飯食べたい。このたくさん身が詰まったところ、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。多分今まで動画で撮って食べてきた中で一番美味しい。うん、じゃあこっちのモクズガニの方も食べたいと思う。ちょっと待って、こっちの毛がある方はちょっと捨ててこっちですね、こっち。おお、中が、じゃあすいませんね、詰まってるんじゃない。うん、うん、美味しい。そうやね、どっちが美味しいかな。こっちも結構身詰まってるんですよね、これ。どっちが美味しいかって言われると、うん、いや決められない。両方美味しいです、めちゃくちゃ。両方もうすごい美味しいです。ひかるくんも結構、皆さんこれ
これね、ここに詰められておったの。あ、手の上のところか。うん、今食べた。うん、めちゃくちゃ美味しい。ここエラの部分ですね、これ。うん、これ多分エラですね。これがエラですね。手が結構、あ、でもこのここの部分ね、多分食べられます、ね、手のところにも身詰まってたからね。うん、さっきの、あ、抜けにくいな、意外と。いや、抜けた。あれ、皆さんね、さすがに手にはないか。皆さんね、ここにね、あるんです。こういうでかいハサミとかにこん中に詰まってるんよ、いっぱい。これ食べるといいよ、めちゃくちゃ美味しい。エラちょっと美味しくないな。エラはなんか食べれなそう。はい、完食しました。もうほぼ2人で食べた、うん、この殻の方はもう食べれないところなんで。あともう一個めちゃくちゃ砂が入ってた、うん、ちょっとね、下の方は砂が、そうやね、砂が結構あった、うん、はい、じゃあ、あ、待って、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。そうだ、ね、うん、いや、あんまりなんか言ってなかったからさ。じゃあ、本当にお願いします。じゃあ、バイバイ。1億人、うん、1億人行きたい。そうや、ね、うん、はい、じゃあ、バイバイ。バイバイ。